はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はウィーク16の発売アイテムが決まりましたので、そちらを見ていきたいと思います。今週は今期2回目となるノースフェイスとの新作コレクションが発表となりました。それからレギュラーアイテム、も発表となりましたので、今日はアイテム1点1点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでウィーク16、今週はノースフェイスパート2ということで、今期2回目となるノースフェイスの新作コレクションは SS シーズンにふさわしく、気候によってアイテムを分解し調節できるトレッキングウェアをテーマに、花柄のジャケットやパンツに加えた小物類を含めた、フルコレクションで発表となりました。今期2回目ということで、今回は花柄のトレッキングウェアなどをテーマにしているということで、なんですけれども、1回目はどんなんだったかっていうのを皆さん覚えてますでしょうか。1回目はウィーク5にありましたね。こちらですね、1回目はこの、リフレクターの十字模様のリフレクターデザインを採用したサミットシリーズ発売になりましたね。サミットシリーズの、アイテムの数々がウィーク5で発売になったということで、それから約10週ですね、たったウィーク16、今週6月11日発売のアイテム、今日は見ていきたいと思います。まずは、ノースフェイスとのコラボのアイテムなんですけれども、トレッキングコンバーチブルジャケットということで、今回は3段階で袖がジップオフで調節できるというアイテムですね。このような感じ、3段階で。今まで2段階調節っていうのは結構出てたんですけれども、袖をジップオフで外して半袖にできるって、長袖を半袖にできるまではあったんですけど、3段階でさらにこのベストにまでできるっていう、この3段階調節っていうのは今回が初めてなんじゃないかなと思います。というジャケットですね。ジャケット、半袖のジャケット、そしてベストにまでなるということで、カラーはこの3色で発売になります。花柄とホワイト、オフホワイトですね、それからブラック、この3色で発売になるということで、これコンバージブルジャケット、それからテイキングジップを、トラッキングジップオフベルテッドパンツ、同じくパンツも発売になると。パンツも3段階で、このように短くなっていくと。パンツの方も2段階っていうのは結構あったんですけれども、このように3段階、長ズボンから七分丈、さらに、結構短めのショートパンツにまでなるという、3段階ですね。長ズボンから、ショートパンツに一気になるパターンは結構あったんですけど、この七分丈にもなるっていうのは結構珍しいですね。ルックブックの画像で七分丈、あ、こういう感じですね。七分丈にもなるという感じの3段階で、調節できると。トレッキングパンツ、ベルテッドトレッキングパンツ、発売になると。それから、シャツですね。トレッキング SS シャツ、半袖トレッキングシャツ、これはまあ調節とかはできないんですけども、シャツが、カラーはグリーンカラーが、ここからはグリーンが追加になっているのかな。ジャケットとパンツはグリーンないですけど、シャツはグリーンもあると。それから同じく、トレッキングパッカブルベルテッドショーツ。これパッカブルのベルテッドショーツなんですけど、どういう感じかというと、あ、着が見るとこういう感じですね。で、ここに大きめのポケットがついてるんですけど、ここに収納できるというパッカブルで、このように、小さく収納してカバンに入れて持ち歩くことができるっていうことなんですけど、ショートパンツを持ち歩くことってそんなにあるのかなってちょっと思ったんですけど、まあまあ持ち歩きたい人は、これをまあ着替えとして持ち歩くんでしょうね。要するにまあキャンプであるとか川遊びであるとか、そういった時にまあトレッキング用ですので、まあ着替えとして持ち歩くためのものなんだと思います。ということなんで、ここの、まあ普段は、大きめのポケットがついてるという感覚で、結構使えるアイテムなんじゃないかなと思いました。うん、パッカブル用途というよりも、ここをポケットと捉えると、
結構使いやすいんじゃないかなと思いましたね。ということで、ここまでが、ここからはバンダナ柄のアイテム。まずバンダナフーデッド。両生と前に大きくバンダナが貼り付けられていると。それからスウェットパンツ。これは両脇ですね。で、そして T シャツも出ますね。T シャツ。T シャツ。はい、すいません、T シャツも出ると。 T シャツはバックに大きくバンダナの模様が入っているというデザイン。前はシュプリームとノースフェイスのロゴがワンポイントで入っているというデザインですね。というこのバンダナのアイテムも発売になると。そして小物類、最後小物類はまずはトレッキングソフトビルキャップ。ソフトビルキャップなんだ。つばが多分柔らかいっていうことなんでしょうね。あんまり固めの芯が入ってないということのキャップだと思います。このカラーはこの同じく4色で出ると、花柄を含む。それからこれは、トレッキングクラッシャー。クラッシャーハットですけど、顎ひもがついて、しかもこれブランチループっていうこの、サファリキャップとかであるような、ループもついているという仕様ですね。形はクラッシャーハットですね。でもサファリキャップっぽい感じの仕様になっていると。このブランチループっていうのはここにあの本来あの枝とかあの草とかを刺してあの、草原をカムフラージュして歩くための、ループなんですけれども、そういったものもついているという、仕様になっていると。タウンユースとそういったトレッキングユースを、まあ、両方想定したデザインになっているということなんでしょうね、きっとね。トレッキングクラッシャー、それからトレッキングコンバーチブルバックパックプラスウエストバック。これは面白いですね。これは取れないんだね。取れないで、こう、ウエストバックにもなるし、バックパックにもなるんだけど、あ、取れずにここに入るんだね。ここの上のところに、多分この上の部分は、この上の、ウエストバックのちょっと上の部分に収納されるっていうことなんだと思います。で、中はここは使えるんだと思う。ね、まるっきりこう入れちゃったら何も入んなくなっちゃうっていうことじゃ意味がないと思うので、多分この下の部分、この上の部分に収納されて、下の部分はウエストバッグとして使えるという用途になると思います。で、こう大きくすれば、バックパックとしても使えるという。これは花柄出ませんね。それから最後サンダル、このサンダルが、ベルト止めのサンダルが発売になると。この大きさは多少調節できるんでしょうね。ここのあの甲の高さの部分を調節できるということなんでしょうね。あ、ここ外れてる映像がありますね。ですので、外してこう調節することが、ベルトで調節、多少調節ができるということなんでしょうね。これも花柄なしの3カラーで発売になるとという11アイテムが発売予定ということで、ジャケット、パンツ、それからシャツ、ショーツ、それからスウェット類、そして T シャツ、小物類はハットキャップ、バックパックとサンダルというフルコレクションで、リストされていると。着はちょっと見てみようかなと思いますけど、ジャケット、あ、これがバックパックじゃなくてウエストバック。でっかいですね。結構大きいんですね。で、これがベルテッドパンツですね。花柄のベルテッドパンツ、かっこいいですね。それからジャケット、半袖にするとこういう感じで、さらにベストにするとこうなると。パンツの七分丈のイメージはこういう感じですね。花柄のベスト、そしてバンダナのスウェットシャツとスウェットパンツ。これはワークシャツですね。ワークシャツじゃないか、これは、シャツか、 SS シャツとショートパンツ。それからスウェットショーツということで着画でした。それからレギュラーアイテム、レギュラーアイテムはベースボールジャージフーデッドスウェットシャツ。これはベースボールジャージとフーディーをレイヤーで重ね着したような感じのデザインになってるものですね。くっついてるんだと思います。多分肩のあたりとかでくっついてるんじゃないかなと思いますけど、はい。それからWS クルーネック、これキャップ出ましたね。
S の文字を鏡面に並べているというダブル S のクルーネックスウェットシャツも発売になると。カラーはこの4色で出ます。それからラインストーンストライプベースボールジャージ、その名の通りラインストーンでこのストライプ柄を表現していると。でアーチロゴデザインのベースボールジャージで背番号は22番と。カラーはホワイト、レッド、ブラック。それから同じくショーツも出ると。ラインストーンショーツ、バスケットボールショーツなんですね、これはね。バスケットボールショーツ、上はベースボールジャージで下はバスケットボールショーツという、ことですね。キャラクターズ S ロゴニューエラ、ニューエラ発売になります。でデザインは青い産業ですね。これ青い産業のデザインは今期立ち上げからいろんなアイテム出てまして、立ち上げ出たナルゲンボトルであるとか、あと、先日出たこのランプなんかも記憶に新しい。このデザイン手掛けているのが青い産業という日本の刺繍メーカーですけど、その刺繍メーカーが、刺繍をしてるんだと思いますけど、このニューエラの5950ですね、キャップ定番のアイテムですけど、 S ロゴデザインのキャップに、刺繍がいろいろ入ってるというちょっと豪華なデザインですね、のニューエラキャップ発売になります。それからデニムリップストップキャンプキャップ、サイドにこのフラップポケットがついていると。デニムのリップストップ素材、珍しいですね。リップストップというと結構薄手のコットンが多いんですけど、デニムのリップストップ、結構生地厚そうな雰囲気ですね。ファットティッププールフロート、浮き輪が出ます。2001年のアーカイブデザイン、ファットティップ、ファットティップのアイテム今季いろいろ出てますけど、この浮き輪も今回発売になると、ファットティップのデザインで発売になるということで、まあ今年はあの海とかプールとか、あの気兼ねなく行けるようになってくると思うので、夏このシーズン、この時期からもう大活躍のアイテムになるんじゃないかなと。これから結構使えるアイテムになるんじゃないかなと思います。大きさは117センチということで、カラーはこの2色、グリーンとピンク、2色で発売になるということで、今出てるのはここまでですね。あとは、レギュラーアイテムもしかしたらいくつか追加になる可能性もあると思います。今のところ18アイテムがリストされているということで、今週はノースフェイスの、パート2、発売になるということで、発売アイテム見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。